これを毎日食べると過食が止まる。腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回は食欲抑制ダイエットについてお伝えします。これを毎日食べると無駄食いがなくなって自然と食欲を抑えることができるんです。最後に簡単なレシピご紹介します。ぜひご覧くださいね。話の流れは二部構成です。一つ目、食欲が収まる理由と、二つ目、食欲を抑制して自然に痩せる神レシピ3選の順にお話します。では一つ目の項目です。食欲が収まる理由についてお話します。ポイントは酢酸、発酵食品、食物繊維、タンパク質、これらの4つを組み合わせた食事をとると痩せる。その理由をお話します。一つ目の理由は、この酢酸と発酵食品を必ず一緒に掛け合わせて摂るということなんですね。乳酸菌などの痩せ菌と呼ばれる、要は善玉菌を多く含むこの発酵食品をあなたが食べた。すると、その善玉菌たちがもっと元気に数を増やしたいなって思うときに、餌がないとどうでしょうか。せっかく来たのに餌がないと死んでしまいますよね。そこでプラス一緒に酢酸を取ることで、その痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの餌となって活発に動けるエナジードリンクみたいなね状態になって、酢酸がサポートする。すると痩せ菌たちはあなたの腸内で元気になって、しかもその数を増やし続けてくれるという、こういった状態を作ることができるんです。痩せ菌たちが勝手に増えてくれたらいいですよね。そしてもう一つの理由としては、その酢酸プラス発酵食品の中に食物繊維が入っていたら、もうこれはベストです。なぜか、食物繊維をしっかり摂ることで食欲を抑える効果があるからということと、もしあなたが一生懸命ウォーキングを頑張って作った活動代謝ですねよりも、あなたの腸内臓にウォーキングをさせる、この基礎代謝、要は内臓の運動イコール前頭運動をさせた方が痩せます。そのための材料となるのが先ほどお伝えした食物繊維なんですね。何か食べ物が入ってきた、そして内臓がその食べ物をうんしょううんしょうと動かす時が内臓のウォーキングなんです。その内臓のウォーキングの運動のことを前導運動と言います。要は内臓がグッグッとね動くと、内臓脂肪を消費する率がどんどん上がります。そして食欲を抑える理由として忘れてはいけないのが、タンパク質をしっかり摂ること。私たちはタンパク質の量が足りないと、いつまでたっても食欲が収まらないんですね。例えば最悪なのが、お腹すいた、何か食べようと思ってパンとかおにぎりだけをパクパクと食べる方、それは食欲が収まらない。なぜかというと、パンやおにぎりの単体で食べてもタンパク質が足りないからです。目安としてはご自身の手のひらの中に収まる量のタンパク質を毎食食べることです。では食欲を抑える効果が分かったところで、次の項目です。食欲を抑えて自然に痩せる神レシピ3選、一つずつお伝えします。今からご紹介する神レシピ3選は、先ほどお話ししました酢酸、発酵食品、食物繊維、タンパク質が一度に取れちゃう優れものです。神レシピ一つ目はこちら、純リンゴ酢納豆です。材料と作り方です。もう簡単。まずは一人分国産大豆の納豆を1パック、そして純リンゴ酢を大さじ1、もうこれだけで、すっごく簡単。こういった国産大豆の納豆1パックに対して、中のタレはもう使わないです。そこに純リンゴ酢ですね、大さじ1杯を入れて、そしてよーく泡立てたら、もうあっという間に完成。ちなみに材料代は納豆3パック入りでこちら119円、そしてこちら三つ葉の純リンゴ酢が469円でした。
食べる目安は1日1パックまで、そして材料は無添加のものを選んでくださいね。では神レシピ2つ目はこちら、純銀ごす甘酒ヨーグルト。はい、材料と作り方です。2人分になります。まず1つ目の材料はこちら、米麹でできた無添加の甘酒を 100ml、 そして次ぜひ国産大豆の無添加無調整の豆乳を準備してくださいね。これが 50ml。 そしてプレーンヨーグルトです。こちら皆さん手に入りやすいかなと思ってこのヨーグルトを買ってきました。もちろんね、豆乳ヨーグルトでも OK、必ずプレーンタイプ無添加でお願いします。これがね 100g ですね。これが1パックで430、ちょっと増量中だったので普通400ですよね、まあ、4分の1程度使ってください。そして最後、純リンゴ酢は大さじ1杯。ちなみに材料のお値段が、こちらがですね、マルコメさんの麹甘酒、国産米 100% 使用した、もちろんアルコールゼロですね、あの酒粕でできた甘酒ではないですよ、ノンアルコールの米麹で作った無添加のこういった甘酒準備してください。これはたまたまパックリですけども、よく瓶状でね、瓶詰めの甘酒無添加ありますよね。もう材料が米麹のみの甘酒準備してください。これがね、1リットルで498円だったんですね。そしてこの福蓮さんの国産無調整豆乳が178円、そしてブルガリアヨーグルトがね、あのお得だと128円だったんですね。でリンゴ酢は先ほどと同じです。そして作り方簡単、よく混ぜるだけ。蜂蜜など得なくてもこの麹でできた甘酒がめちゃくちゃ甘いので、もう十分美味しく食べることができます。こちらの材料は2人分なので、この半分ですね、お一人分を1日1食食べてみてください。そしてこのヨーグルト、痩せる食べ方があります。ぜひですね、材料は一旦封を開けてしまうと、やっぱりね、冷蔵庫に入れないといけないこの甘酒だったり豆乳だったりあるんですが、冷たいままね食べてしまうと腸が冷えて代謝が落ちて太ってしまいます。なのでぜひ豆乳はね、ちょっと軽くレンチンしていただいて、せめて全部の材料を混ぜた時に常温ぐらいの温度で作ってみてくださいね。この甘酒やヨーグルトは温めすぎると、せっかくの痩せ菌たちね、善玉菌たちが、まあ、酵素もそうです、死滅してしまいますので、温めるんだったらやっぱり豆乳でお願いします。そして神レシピ3つ目はこちら、純リンゴ酢豆腐の味噌汁。こちらは一番簡単かもしれませんね。材料1人分です。日頃ご自身が召し上がっている無添加のお味噌汁ですね。例えばそこにしっかり豆腐と季節のお野菜、具沢山の味噌汁を作ってください。そこにこの純リンゴ酢を大さじ2分の1杯程度ちょい足ししたらもう完成、あなたのオリジナルの純リンゴ酢味噌汁になります。ぜひね、味噌にも化学調味料が入っていたり、余計な添加物のお味噌いっぱい出ます。ですからしっかりと裏の原材料名をチェックしていただいて、無添加の良いお味噌使ってあげてください。あなたの腸が喜びます。以上お伝えしました神レシピ3選はそれぞれ参考になる別動画がございます。コメント欄にリンクを貼っていますから、ぜひご覧ください。さあ、いかがだったでしょうか。今回はあなたの食欲を自然と抑えて痩せることができる最高に美味しいレシピ3つご紹介しました。ぜひあなたのペースで取り組んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際食べてみてこんな風になりました、あなたオリジナルの具材レシピ、よかったらどんどんコメントにください。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。